カエルだってことで、神戸を走っております。桜が咲いてるな。高速道路があるな。いや、高速道路がずっとついてる。JR 兵庫駅があるのか。いや本当はね、もっと先まで行こうと思ったんですけど、時間切れになってきて、すごい不思議な先になっちゃったね。 JR 兵庫駅まで来たところで帰省しようかなって、ちょっと思ってた距離が出ます。行くと間に合わなくなるということが判明してきて、こういう感じなんだな、JR 兵庫駅は。てか兵庫駅ってあるんだね、初めて知った。兵庫県の兵庫駅だ。旅団は一回中止ですね。元町まで帰省したのと、してまた何度も立ち上がりしました。いや、なんか商店街の中に入っちゃいましたね。ちょっと今回はですね、妻の方まで行こうと思ったんですが、やっぱ時間がなくって、あ、だけどおかげで、あ、そうか、兵庫駅ってあそこにあるんだとか、ちょっと立体的にね分かってきたと、なんかショッピングモールがあるな。なんか旅なんてなんかこれに、まあ、途中で鉄道みたいな手段を使って規制をすることで、さらに立体的にいろんなことが分かってくるってことがあるんですよね。何だろう、元町一番街って書いてある。元町一番街なんだ、ここ。初めて来た。知らないとこいっぱいあるんだよね、まだまだ。いや、世界はひどい、神戸もひどい。なんかすごい人がいる。なんでこんな人いるんだ。これ中華街なんだ。うわ、すごい人。なんでこんな人がいる。すごい。回んのかなって中華街を撮っちゃったよ。まあ、神戸の中華街有名ですけどね。おっせ。おっせ。というわけで神戸の街を 5. 何キロランニングしたんですけど、途中で、鉄道の、帰省という案件がございましたが、まあでもね、うまく鉄道とか組み合わせることによって、こことからここまでは鉄道乗ってとか、ここからここまで地下鉄乗ってってことを組み合わせると、旅ランの、ね、可能性が広がるんで、もうそういうことってね、旅ラン200回ぐらいやってた頃にやっと始めた感じなんで、旅ランってまだまだこれから進化するのかなと思いますが、ひょっとしたら自動運転とか将来出てきて、旅団の中に自動運転が組み込まれるみたいな時代も来るかもしれませんね。ということで、これからも旅団頑張ります。よろしくお願いします。1000回目指すぞ。イエイ。